はい、どうもこみです。さて本日はつむぎ組さんからお届けしてまいります。で、今ですね、ちょっとオフシーズンですね。オフシーズンっていうか、ちょっとですね、重要な大会の、試合がない期間になってるんで、練習戦の中から見ていきたいんですが、まあ結構、攻め残しとかもね、たくさん、まあ、当然こういうインターバル中なんで、おのおの都合が悪い方もね、参加したりしていて、攻めれなかったりもしているんで、スコアはあまり気にしないでください。で、スコアよりもどっちかっていうと中身の方を見ていきたいと思うんですけども、今日は、ディガホグですね。で、やっぱこれね、タンフォール14で今すごく人気が出つつある状態なのかなっていう風な気がします。徐々にね、ディガホグが形がこうね、皆さんにこう浸透してくると、また、流行りの波が生まれるのかなと思ってるんですけども、やっぱね、それにしても13、12でディガホグって何にせ使いやすいんですよね。で、そこをちょっとですね、今日は詳しく見ていきたいというふうに思います。結構基本なところから話をしていこうと思うので、割と、なんていうのかな、細かい点の話が多いかと思います。で、12と13、それぞれ見ていきたいと思うんですけども、まずタウンホール12と13、フィヒーディガホグやる場合に何が大事かっていうと、これです。もうすべてこれ。タウンホール。これを基本的にはクイーンで見るっていうところがめっちゃ重要です。まあね、マストかって言ったらそうでもないんですよ。もしかしたらそうじゃなくてもいい場合っていうのもあるっちゃあるんですけども、とにかく、クイヒーディガホグを選択するかしないかの大きな、その判断基準っていうのは、タウンホールと、あとまあ、言ってみれば防衛軍もですね。このタウンホール防衛軍、まあ、どっちかというと防衛軍の方がマストに近いかもしれないですね。これをクイヒーで処理できるかどうかです。で、なんでかっていうと、タウンホールのこの爆破ダメージっていうのが結構ね、いやらしいんですよ、これ。壊れた瞬間に、ポンって、これがね、こう爆発するんですね。これ、この範囲にいるユニット全体が1000のダメージ。ターゲット数は制限ありません。100体いたら100体もう1000のダメージを食らっちゃうっていうね。まあ、そういう爆弾なわけですよ。まあ、超巨大爆弾みたいな感じね。で、これをディガホグパートで取っていこうというふうに考えると、どうしてもここにヒールないしは、結構トームがいることもね、可能性としては高いんですよね。で、それってトームの使いどころっていうのをもうここに限定させられちゃうっていう意味であんまお得じゃないんですよ。なのでクイーンでタウンホールを、失礼しました、ごめんなさい、タウンホールをクイーンで取っておいて、その脇からキングを出してここカットしながら全体にこうディガホグ散っていけるように、最初狭くですね、まあ、終盤はやや広めでもいいと思うんですけども、こんな感じでルートを作っていくというのが基本になります。なので、このクイーンの誘導っていうところがめちゃくちゃキーな上に、クイーンをなるべくね、無駄にしない方がいいので、これジャンプ1枚使ってますよね。これがねできるっていうのもタウンホール12では大きな利点です。なんでかっていうと、投下兵舎をね、こうね、ディガフグする場合使うんですよ。突撃艦イエティから入るパターンもあるんですけど、どっちかっていうと、クイーンを、タウンホール周りこう効かせてあげて、で、逆側をキングっていうふうに、こんな風に絵を描いたじゃないですか。で、そのキングに合わせて、この投下兵器、こいつをね、置いておく。で、中にホグライダーを入れておくんですね。そうすると、レベルマックスのホグライダーが、外周のディガホグ部隊に合流していくので、突破力がすごい高いから、呪文2枠分ジャンプに割いても全然余裕なんですね。これ、こんだけ楽勝の全開してるのに、レイジとジャンプもう1枚ずつ余ってるんですよ。これは何度やという感じですよね。おそらくこれ、りょうさん編成もだいぶ緩くして攻めたんじゃないかな。ガチガチの、多分ガチ編成ではないですね、これね。まあ、これぐらいの余力が出るっていうのが、タウンホール12のクイヒーディガホグで、タウンホールと防衛軍、これを、きちっと、クイヒーパートで処理できるかどうかっていうところが肝になってくるというわけですね。で、まあ、12の場合ね、13と形的には結構似ているんですけども、本当にもうこれができるかどうかです。で、これができるためのクイヒールートっていうのがもう見つけられるかどうか、もう本当これにほぼほぼ全てがかかっていると言ってもいいですね。で、タウンホール13になるとこれがどうなるのかというと、こんな感じになっていきます。なおさらタウンホールの爆破にそのスロー効果がつくんで、そこに関して、ディガホグを当てていきたくないわけですね。で、
これアーチャークイーンをこういう風にタウンホールにこれ当てていくのに工夫がいるんですね。タウンホール10、さっきの2のリプレイっていうのも割とねタウンホールが壁の外側の方にあったので、あんまりサイドカット細かいこといらなかったですけど、ウォールブレイカーでこれ2層分けしていかないときつくなってくるってところなんですね。これで、ここアチャトを壊してからスーパーボールレベル打ちましたね。これこのタイミング、なんでこのタイミングかっていうと、これねディガフグする上ですごい覚えておいてほしいんですけど、この壁を壊したいわけですよね。でスーパーボールブレイカーをこっから当てたいとします。でスーパーボールブレイカーどこに向かうかっていうターゲットの法則、これ分かってないと多分空飛ディガフグ絶対できないので、マジで押さえておいてほしいんですけど、出した場所ね、ここから一番近い壁の中の防衛施設をめがけてスーパーウォールブレイカー歩いていきます。どういうことかっていうと、つまり一番近い壁の中ってここですよね。なんでここ開いちゃうんですね。ここわかるかな、ここが開いちゃうんですよ。ここにあったアチャ島にスーパーウォールブレイカーがついちゃった場合、こっちが開いちゃうんですね。そうすると何が起こるかっていうと、クイヒーがこっちのルートを歩いちゃうんですね。まあ中に入るかもしれないですよ。この部分が、境目が開くんで、そうすると、クイヒールートすごく、読みにくくなっちゃうので、最悪このルートを歩いた場合、対空砲からヒーラーが撃たれて全滅します。これも失敗パターンですね。おまけに行った先にはもうシングルインフェルノがあるって、もう地獄ですね。タウンホールと防衛軍は処理できるけども、クイヒーそこでもう全部終わりみたいな。こうなっちゃったらアウトなので、あえてリョウさん、今、このアチャ島が壊れた後にスーパーウォールブレイカー出すことによって、この大工の小屋をめがけてスーパーウォールブレイカーを歩かしたんですね。そうなるとここが開くわけですよ。なのできちっとアーチャークイーンがタウンホールの部屋に入っていける形が作れるということですね。でもう一個見逃しちゃいけないのは、レイジをほぼほぼ切らしません。見てください、これレイジにちゃんとヒーラーが乗ってる状態っていうのをほぼほぼ切らさないんですね。で今ポイズン打ってさらにレイジ重ねが寝かけしますよね。でこれストライカーとかが入ってる場合、ヒーラーのレイジ効果がないとポイズン打っても押し切られちゃったりするんですね。こういうクロスボウなんかのターゲットも入っちゃったりすると、なのできっちりリョウさん、ここはレイジを切らさないように防衛軍処理中はですね、もう絶対した方がいいです。これはまあディガフグに限った話ではないんですけども、クイヒで防衛軍処理するならもうレイジポイズン、この組み合わせはマスト。場合によってはそこにフリーズを添えるぐらいに考えておいた方がいいです。特にね最近そのクイヒ殺しとしてストライカーとあとスーパーガーゴイルっていう組み合わせもあったりするんで、タウンホール12でディガフグする人はもうこれマストですね。で今回の話、形もそうですね。ここ投下兵舎があって、中からホグライダーが出てきます。こんな感じですね。レベルマックスのホグでキング外周からのディガホグに関してはこっちの、クイーンのカットの領域っていうのをこんな感じかな、こうねこう走っていくわけですね。こういう風に走っていくという形になります。結局今言ったそのスーパーウォールブレイカーが今ね普通に使えるので、前はねこれ使えなかったから壁開けがもう本当に職人技だったんですよ。めっちゃ大変だったんですけど、まあ、それが使えるようになったので比較的壁開けは容易になりました。あとはタイミングですね。これしっかり測って開けたい壁をちゃんと開ける、まあ、そのためのスーパーウォールブレイカーの効き方、これを理解しておかないと弾の中ですね、クイヒの誘導ができないイコールディガホグができないということになります。でもう一個ね気をつけなきゃいけないパターンっていうのは、タウンホールの裏側こういうとこね、ここにこの今クラン城のあるここら辺にシングルインフェルノ、シングル IT ね、これがあった場合はすごく注意してください。タウンホールの裏にシングル IT があるとクイヒーから目を離す時間っていうのがすごい作りにくいんですよ。レイジをとりあえずかけておけばダメージに対してはある程度クイヒーって強くなるんですね。なんでそこでレイジかけてちょっと目を離してからディガホグ展開っていうのが割と安定な方法です。でもレイジをかけてもクイヒーが死んじゃう一番の要因はシングルインフェルノ、これがめちゃくちゃ大きいです。でこれもタウンホール14になったらタウンホール裏のシングルインフェルノってもう本当にクイヒーやりにくいんですよ。13よりもさらにやりにくい。なのでなるべくですねこのタウン裏にシングル IT があるところにクイヒー突っ込ましていくっていうのはある程度腕に自信がない方以外はあんまりおすすめしません。ディガホグに気を取られてる間のほんの5秒間ぐらいでクイーンが死んじゃいますので、そこねやるときには村選びの段階でそこに関しては注意してほしいと
というふうに思います。まあ、今回で言えばね、クイヒーを通していってどちら側にクイーンを行かせますかっていう話ですよね。でこっちからディガホグを出すっていうパターンもあるんですけど、そうするとクイーンがシングルインフェルノの方に行っちゃって、これでやられちゃうんですよね。さっき言ったタウンホール裏になくてもちょっと奥にあった場合、そっちにクイーン誘導したと死んでしまうので、そうさせないようにクイーンの仕事する範囲ですねから見て、近くにあるシングルインフェルノをまずは、ディガーとホグライダーで、小粒のユニットではもうシングルインフェルノって全然もうないに等しいとまでは言いませんけど、だいぶ、ストレスなく破壊できるので、そっちから当てていったってことですね。こういう目選びもすごく大事です。逆に投石技は壁の中から打てるから、この、タウンホール角に入った段階で、投石技すごく狙いやすいし美味しいんですね。逆にね、逆に美味しいんですよ。レイジをかけておけば投石とグランドオーデンズを普通に殴り壊してくれますから、クイーンが。なので、今回のこのリョウさんの、アタックを見る上で、タウンホール12も13もまとめて、キーポイントっていうのは、まず村選び、タウンホールの裏にシングルインフェルノがないということ、さらに壁を開ける際にどこの、壁にスーパーウォールブレーカーをつけるか、出すタイミングですね。普通につけたらこっちに行っちゃうので、そうしない、ちゃんとアチャ島を壊してから出すことによって、一番近いのが大工の小屋という状態を作ってそこにつけていくという、このスーパーウォールブレーカーが壁をターゲットする順番、そこのロジックを理解しておくというのが2つ目で、3つ目に関しては単純にもキング と、投下弊社ですねをこの辺から出していくわけなんですけども、これを出すのをどっちにしますかっていうね、投下弊社とね、どっちにしてディガホグをこの A と B どっちから出していきますかっていう風に考えた場合、アーチャークイーンが進んでいって欲しくない方から出すのがベストです。今回完全にシングルインフェルノに当たって欲しくないので A の選択肢ないですね。 B の方から出すことによってアーチャークイーンの軌道っていうのをこういう風に宝石機方面に向けていくということですね。こういう、ルート修正にディガホグを使っていく、これもすごく重要ですので、この辺のですね、どっちからディガホグを展開するかというところは、注意しながら見てもらえればと思います。まああともう一つ、それでも迷っちゃった場合にはイーグル砲とかね、の場所を見るといいかもしれないですね。イーグル砲はやっぱり早めに壊しておきたいので、今さっき書いた A と B、どっちから出す場合もそんなに大差ないなっていう場合は、早めにイーグル砲にアプローチできる方から攻めた方がいいですね。まあ、今回の場合はなおさらイーグルホームチェックにあったので、この B の方から攻めるのがもうベストということで、呪文なりクロークなりを残す、まあ、その圧倒的さっていうのが生まれた、まあ、その辺の理由っていうのは今言った3要素が抑えられてたからなのかなというふうに思います。で、ですね、もう一個ちょっとこれも前回ではないリップで見ていこうと思うんですけども、まあ、りょうさんでもね、前回取り逃すことはやっぱりあります。で、今回の攻めっていうのは、これ、クイヒードラゴンライダーですね。で、ディガホグって言いながらなんでドラゴンライダー出すのって話なんですけども、これね、クイヒーの入れ方が全然違うんですね、ドラゴンライダーを使う場合っていうのは。なんていうのかな、ディガホグって、こういう金庫とか、呪文工場とかね、要は防衛じゃない施設も普通にターゲットするんですよね。なんで、ドバッと出していくと、普通にこう壁際にこう出していくと、こういう風に散っていくわけですよ。で、壁際の方にこう散っていっちゃうやつが出てくるんですね。で、それをさせないためにキングとかを使って、この壁際に行くディガホグを、きっちり中にこう修正していくわけなんですけども、ドラゴンライダー使う場合ってこの修正いらないんですよね。防衛施設しか下げらないから、そんなに外周にいっぱい流れていくリスクってあんまないんですよ。じゃあキング何に使うかっていうと、アーチャークイーンのサポートに使うんですね。こんな感じでアーチャークイーンが、ね、この部分壊しますよね。壊していってくれたら、キングと、ロイヤルチャンピオンでここを壊すってことによって、アーチャークイーンがこっちからもこっちからもダメージを受けるみたいな、そういうもう四方八方から撃たれちゃうっていうことをなくすために、ある程度キングとロイヤルチャンピオンっていうのはアーチャークイーンと並走させる形で流していきます。で、まあ、今回のプランね、崩れてるんですね。なんでこれ前回いけなかったかっていうと、またすいません、
けなかったかっていうと、スーパーボールブレーカーを本当はこっちにつけたかったんですよ。でもさっきの話で、ここの部分のね、防衛かな、なんか施設が残ってたんで、近いのってこっちですよね。なんで近い方に行っちゃったんですね。で、この壁が開いちゃったもんだから、アーチャークイーンこっちに入れなくなっちゃって、本当は、キングロイちゃんと一緒におそらく、この辺にジャンプ打って、ヒーロー3体で、ヒーロー4体か。ヒーローかける4で、一気にここに入っていきたかったなと思うんですね。あと、ここ。この部分にジャンプをかけて。なんだけども、それができなかったと。いうことで、アーチャークイーンなりロイヤルチャンピオン、キングの仕事量が不十分になっちゃって、で、最終的にこっち側の、破壊がしきれなかったというのが、前回まで伸びなかった理由ですね。まあ、っていう結構、アクロバティックな、なんだ、プランニングになってるんですけども、なんていうのかな、こういう、プランの自由度があるのが、ドラゴンライダーを使った攻め方ですね。まあ、要は、クイヒーの自由度っていうのかな。さっきの、ディガホブと違って、必ずしもタウンホール狙わなきゃ、あんまり美味しくないっていうわけでもないんですよね。なので、今みたいに突撃艦でタウンホールを落とすことができちゃうので、これ、こんな風に。これね。逆に、なんだろうな、クイヒディガホブを使うのに、突撃艦でタウンホールを落とすって、まあ別にありなんだけど、それをするよりも、投下者使った方がディガホブの場合圧倒的に強いんですよね。これも圧倒的に強いです。なので、突撃艦を使うような、形っていうのは、ドラゴンライダーだから、まあ、それが結構強く決まるんですけど、ディガホグでそれするんだったら別に、あえて、ユニットをディガホグにする必要なくって、別のドラゴンライトとかもラバルにしちゃえばいいっていう風なことも言えるですね。まあ、ディガホグを使った方がプランニング的に簡単なんで、そちらの攻め方っていうのは、まあ、ディガホグをメインに扱っていきながらタウンホールも突撃艦で狙うプランも考えたいというのは全然ありですけど、そこからもう一ランクステップアップしていこうと思った時には、投下兵士を使わないんだったら、別にディガホグにこだわる必要はないっていうところにね、行き着くんじゃないのかなと思いますので、そういった、上級者、向けのプランニングの考え方っていうのも、ディガホグをしながら同時にこう頭の片隅に置いておきながらですね、まあ、僕の動画もそうですけど、いろんな方の動画見てもらうと、なんで、こういうクイーンの入りをするんだろうとか、なんでこれはディガホグじゃなくて、ラバルなんだろう、ドラゴンライダーなんだろうとかね。そういうところが多少見えてくるかなというふうに思います。とにかくディガホグを押すんだったら、投下兵舎、タウンホール、援軍、これは、クイヒで見る、この辺ですね。がちゃんと成立する場合は考えるっていうふうにした方が、まあ、より、成功する確率が高くなるので、というね、ところを気にしながら、試してみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに、なんでリョウさんがこれ、クイヒディガホグしなかったかっていうと、おそらくだけども、これね、シングルインフェルノと、あとは、防衛軍。これ、防衛軍処理中に、シングルインフェルノに限られちゃうんで、これも最悪なんですね。なんで、これはタウンホール側からクイヒを入れずに、行くプラン。イーグル砲の方からクイヒ入れていて、ドラゴンライダーってパターンにしたんだと思います。ディガホグを使わなかった理由は、タウンホールと防衛軍が、おそらくクイヒで取りにくいシングルインフェルノが置かれていたからというところですね。はい、というところでですね、本日は、つむぎ組さんからクイヒーディガホグの基本的な考え方に関して少しね、細かくお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。クイヒーディガホグ本当楽しいんでね、ぜひぜひ皆さん使ってほしいなというふうに思うんですけども、そういった時にこの動画の内容を少しでもご参考になったら幸いでございます。そして、私のチャンネルですね、こんな形でクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。まあ、これからのタウンホール12、13、さらには14が中心にはなるんですが、このあたりのタウンホール帯、幅広く扱っていきますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまた今後もご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。